この俺、無情と新人アナの春菜です、うん、この番組では各界のスターをお招きして、この番組で用意した全6ステージにチャレンジしていただきます。ルールは簡単、相手を攻撃してライフを飛ばし、ライフをエンプティにしたらさらに攻撃、相手をダウンさせてキャラ玉を奪い取れば勝ちね、簡単でしょ。どんなステージが用意されているかは挑戦者次第、はてさてどうなることやら。はい、そういうわけで今日の挑戦者はこの方です。Thank you.
回の挑戦者は強いね。ここまで来るとは正直。キューエクセレント。すっごいですよね。春菜興奮しちゃいました。興奮しちゃったんでこんな登場の仕方で盛り上がってみたんですけど、ねえ、ムジローさん。ムジローさん、あれ仕方ないですね。もう番組を続けましょう。ステージ2までクリアした挑戦者にはさらなる難関が待ち受けています。なんとこの次のステージ3は対戦相手が2人も登場。2人を同時に相手しながら勝ち残らなければなりません。さあ挑戦者の運命はいかに。チャンネルはそのままで。ジャンプした、ジャンプした。ジャンプした。
そんなわけでステージ4までクリアしてしまったぞ。こんなに強い挑戦者は初めてだ。視聴率も取れているし、いいぞ。ところで春菜くんはどこに行ったんだ。まさか。はーい、皆さん、春菜です。盛り上がってますか？残すステージはあと2つ。頑張っていきましょう。ステージ5は対戦相手がまたも2人登場。さらに皆さんを驚いちゃいけません。さらに今回ステージ6は漏れなく対戦相手が3人ついてくる。3人にして同じお値段を買いとく。はい、そういうことでステージ5、ステージ6と続けてお送りします。チャンネルはそのままで。Thank you.
ステージ6までクリアしてしまいよったか。こうもあっさりと語られてしまっては、番組のスポンサーに怒られてしまう。え、スポンサーに怒られちゃうんですか？っていうことは、番組終わっちゃうかも。春菜、初出演だったのに、いきなり番組打ち切りなんて。いやいや、打ち切りとまでは言ってないぞ。そうですよね。まだ最後のステージがありますもんね。最後のステージ？そうです。あの UFO をご覧ください。春菜くん、 UFO は分かったんだが、誰が乗るんじゃい？もちろん武将さん、あなたです。俺かよ。相手はステージ6まで勝ち抜いてきたんだぞ。危ないんじゃねえか。怪我でもしたら俺のファンが泣くぞ。まだエロローも残ってるし、大体そんなこと。それもこれも番組のため、視聴率のため。これが本当に最後のステージ、クリアすることができるか。チャンネルはそのままで。武将さん、頑張ってください。さあ始めるぞ。するか。せいぜい集めておきよ。
ビンってね。こんな番組の司会引き受けるんじゃなかったぞ。覚えてろよ。